皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はですね、これはやろうかどうしようかすごく悩んだんですけれども、かなりお問い合わせが多くてですね、少し前に日焼け止めの検証動画上げたと思うんですね。 UV シールを貼ってピンクに変化するかどうかっていう、その検証動画を上げた時もそうなんですけど、紫外線関係の日焼け止めの商品が載っている動画をアップした時にいただいたコメントで多かったのが、目に染みないの教えてくださいっていうコメントだったんですね。で、最初私もちょっと目の粘膜にこう結構強めにというか入れて検証するのはもう避けたいなと思ってたんですけれども、あまりにも要望も多くてですね、で、まあ私自身もじゃあどれが染みるのかどれが染みないのかとか、やっぱり分かっとく方がいいかなと思ってやることにしました。ただ一つだけ皆さん、よく分かっといていただきたいのが、普通のスキンケアと違って日焼け止めっていうのは紫外線をカットする成分がたくさん入ってます。メーカーさんによっていろんな種類が入ってます。で、人によってその反応する成分っていうのは違います。私が染みたけど、皆さんは大丈夫かもしれないっていう成分もあるので、あくまでも橋本が体感して染みるもの染みないものっていうことでご認識をいただきたいなと思います。そしてもう一つ、紫外線カットの効果の高い日焼け止めとかメイク下地っていうのは基本的には目の周りを避けて使うのをおすすめします。これはですね、たまたま私が目の周りを塗った時に染みたものが、わ、これ目に染みるっていう風に動画内でお伝えしてたんですけれども、粘膜に強い刺激のある成分を入れてしまうこと自体が本当に良くないので、日焼け止めとかは避けてコントロールカラーとかコンシーラーでカバーしていただきたいなと思います。今回セレクトした日焼け止めっていうのが SPF50+ の PA4+ っていう最高数値のものしか選んでないんですね。なので、まあ成分的に言うと効き目が強いものがたくさん入っている可能性があるので、目にしみる可能性もやっぱり高くなってくるかとは思います。逆に SPF30-20 とか PA2+ ぐらいのものであれば、少し紫外線カットの効力が抑えられているので、成分自体は強くない成分が入っている可能性もあるんですけれども、紫外線カットの効果のあるものイコール目に入った時に染みる可能性が高いっていうのはご承知おきいただきたいかなと思います。はい。で、今回ですね、実際にやっていくのは、検証でものすごく日焼け止め効果の高かったもの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 種類やっていきたいと思います。じゃあまずアネスタからいきます。アネスタのデイセラムとスキンケアミルク、しっとりとサラサラっていう感じですね。で、これをそれぞれ指に取って中指で取りましたね。で、目の周りつけてみます。で、手の甲にスキンケアミルクつけて薬指で取ります。これね、ちょっと時間置かないと反応出ないので、ちょっと時間置きますね。え、大丈夫かもしれない。今日ね、今日眉毛だけしっかり描いてるので、めっちゃ変でしょ。え、大丈夫かもしれないです。大丈夫です。今のところ橋本は大丈夫ですね。じゃあ次行きます。では次はイハダとドクター G 行きます。今のところ大丈夫です。私染みるものって目に入ってすぐ染みてしまうので大丈夫です。じゃあドクター G、
全然大丈夫です、うん、ちょっとね時間が経過してしまって紫外線浴びた時にどうなるかっていうのはちょっとわからないんです。つけた瞬間にしみるかしみないかだけの検証になってしまうんですけど、ご了承ください。はい、次いきます。次は、はい、スキンアクアネクスタのカチャカチャの方とアスリズムのカチャカチャの方、じゃあネクスタからいきます。うん、なんともないです。ビオレ、大丈夫です。ほんまにパーフェクトやん今まで。うん、次いきます。では次、雪肌精と DHC3 カット、え、ほんまに、え、どれも大丈夫ですけど、ほんま、あとでちょっと絶対染みるっていうやつがあるので、それつけて染みたら正常運転っていうことなので、あとでちょっとそれしてみます。これ全然大丈夫なんですけど。お、ではラストサンローランピュアショットいきます。どれかは正直染みるかなと思ってたんですけど、こんだけ塗ってるんでちょっと蓄積されて若干今チリチリはするんですけど、両目とも。でもその染みって涙が出るっていう感じではなくて、今塗ったサンローランも全然なんともないです。ほんまにこれ、あの本当に冒頭でも言いましたけれども、人によって反応する成分違うので、そこだけご了承ください。橋本はどれも大丈夫でした。一通り塗ってから、あれから2時間ぐらい経ったんですけれども、特に涙が出るとかすごく目がチリチリするとかしみるとかっていう現象は起こらなかったです。で、橋本の目の状態が良すぎるのかちょっとわからないですけれども、以前につけてみて反応したものを今からつけてみたいと思います。あ、ちょっとしみるな。今1分ぐらい経ったんですけど、やっぱりね、しみてきました。はい、涙出てきました。多分粘膜の方に入れば入るほど涙が出てくるかと思うんですけど、うん、チリチリしてきましたね。なので橋本の目の状態は通常運転だと思います。はい、あ、うんうん、しみますね。時間が経つとかなりチリチリしてきました。今あの拭き取るためにアイメイクリムーバーとで拭き取って、で化粧水でこうやってなじましてるんですけど、こうやって水分を豊富に加えた方がめちゃめちゃしみる度合いがマックスになります。はい、で最後にもう一個だけ、これねすごく今人気だと思うんですけど、こちらどうですかって聞かれること多いので、オルビスのこちらの日焼け止めもねつけてみたいと思います。多分私も顔につけてたんで大丈夫かと思うんですけど、うん、大丈夫ですね私は。はい、ということで今回の結果はあのたまたまだったかもしれないので、本当に何もない日にちょっとね、この目のあたりとか目尻側とかにちょんちょんとつけて試してみるのが一番いいかなと思います。本当に個人差があるので、使用方法は
それぞれ皆さん気をつけてお使いいただきたいなと思います。はい、今回は以上になります。よかったら参考にしていただけたらなと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。